さて、ホーローイベントから帰ってきたんですけど、おっとおっと、プレイヤー賞金首。まあ、特にすることもないんで、プレイヤー賞金首やっていきましょうかね。まあ、悪いことしたプレイヤーがいるっていうことなので、とっ捕まえてね、保安官とか持っていきましょう。てかもう、ぶっ殺してね、死体を持っていきましょう。ちょっと前まではね、このプレイヤー賞金首ってほとんど告知がなかったんですけど、最近はね、もうよく告知があるんですよ。まあ、自分もね、まあ、過去の動画に上げてるけど、プレイヤー賞金首になったりしましたからね。さてと、なんか赤いドットが見えてたけど、あのドットの大きさは違うんでね、プレイヤー賞金首のドットってもっと大きいですからね。消えたな。まあ、賞金首になってる方も、もう追われてる告知がされるから、まあ、逃げるんですけど、あれ？ちょっと待って、左下の方に赤いドットがあるけど、PK してんのかな？じゃあ、あれはほっといて、まあ、賞金首の方をね、ああ、打ってますね。打ち合いしてるんですね。かからない、かからない。私はね、賞金首をね。え？ちょ、待て待て待て。なんで俺の方打つんだよ、お前。ちょっと待ってくれよ。賞金首打ってくれよ。ああ、もう。なんなんだよ。これはもう許せませんね。やってやりますわ。ああ、もうちょっと、賞金首の方、まあ、あれだね。後回し、こいつからだ。ちょっと待って、これ、賞金首の人の民兵団じゃない？今の。ちょっと待って、これじゃ古文か。なるほど、親分を守るために身を挺してるっていうことね。うん、なかなか見上げた根性じゃない。じゃあその礼に報うためにも、私もね、あなたを焼き殺しますよ。なかなかこう、男の鏡みたいな。親分を守るためなら。これ、民兵団の多分、リーダーが今、賞金首になってると思うんですけど、子分死んでますけど、親分放置ですかね。あ、こっちにも子分がいるのかな。ちょっとよくわかんないんだよね。でも、とりあえず怖いからごめんなさいね。全く無関係な人だったら。とりあえずは、いや、まあ、あなたも確実に子分ですよね。おっと、主人の無念を晴らすために、相場が仕掛けてきたと。なかなかこう、見上げた、ね、相場じゃございませんか。そんなことはいいんだよね。これどうしようかね。子分が古今奮闘してるから、親分倒しに行けねえぞ、これ。どうしましょうかね。あらら、プレイヤーも、プレイヤー、NPC も逃げてきた。ああ、これはもう、プレイヤー賞金首の、あれですな、時間はもう、ないから無理だね。これ、子分なかなかですよ。いい仕事しましたよ。
あ、くそ。いやいやいや、見上げた根性ですよね。まあ、親分は何もせんと。あ、終わっちゃいましたね。ちょっと、親分の顔、拝みに行きましょうかね。撃たれるの覚悟で。あた、子分随分死にましたけど、いいんですかそれ、放置で。あんた守るために。どうなんだろうね。多分あれかね、リーダーマークしてるから親分だと思うんだけど、親分、子分古今奮闘で結構死にましたけど、おかげであなた救われましたよ。さあどうかな、親分撃ってくるかな。ん、何やってんのかな。撃ってこないね。ん、あれ、ランタンつけて。親分コンタクトでも落としました。たっくんも子分はいっぱい死んだというのに。金子のぼうか。いや子分まだ撃ってくるぞこれ。子分はまだあれかな、俺が親分に近づいたから俺の親分にみたいなことなのかな。相変わらず親分はもうそ知らぬ顔で、と仁義なき戦いの金子の棒ですよね。知ってる人はくすってくるってことでしょうけど、これ子分はあれだね、どうしようかね、クソどもめね、ちょっと聞いてって言っても聞いてほしいのは俺の方なんだけどね。まあ怒りの鉄拳というわけではないんだけど、怒りの鉄拳シリーズにこれ入れようかな。 この古文さんのね、古今奮闘。はい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 、はい、もう燃やさずに銃でね礼を尽くしました。あっワイエーコ、いやもう和平交渉するならもうこの試合は終わりですよ。それにしてもね、まあ、立派な子分をお持ちで親分さんは一体何をしてるんでしょうね。というわけで、ウィウィ怒りの鉄拳ナンバリング18にしましょうかね。いやいや見上げたね子分さんでした。ビビでした。